あでもなんかめっちゃいちごの味する。わかるか。あ最初のちょっと酸っぱい感じがあるかなと思ったら、なんか。はい、ということでモアフルさんにやってきました。ここはあのツイッターとかでもねたくさん載せられてて、私もすごい気になってたんですけど、あのちょっとしばらくお休みされてたんで、あの4月2日から再スタートということで、ちょっと早速飲みにやってきました。というね、なんかここにメニューがあるんですけど、あとこのいちごもめっちゃ美味しそう。すごくね、美味しそう。こんにちは。あ、さっきね、さっきハラケンさんとブラリと行ってきて、トノのベーコンさんに行ったんです。この横か。今日いないんですね。いらっしゃらないんですね。来たよって遊びに行くとこ。そうですね。いや、こんなとこでお会いできてよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、そうなんです。そうなんです。気になっててね、そこもぜひまた楽しみください。ありがとうございます。美味しそうな。で、ちょっと。はい。おすすめってあるんですか？おすすめは、人気はあるんですか？人気だと、まあ、ミックススムージーとかがやっぱ人気。あ、やっぱ季節のミックススムージー。そうです。今の季節って何ですか？いちごです。ですよね、うん、だってあそこにめっちゃいちご乗ってたもんです。あそこは季節のミックススムージーでかしこまりました。はい、サイズはどのサイズしましょう？ S と L と。あ、これが S？ はい、L で。 L で、はい。すぐ飲みそう。カラちゃんできましたよ。いました。じゃーん、これが季節のミックスムージーです。めっちゃイチゴなんで色が可愛いですね。ね、これいい。あ、やっぱりそのイチゴは岡山の農家さんのものを使ってるんですけど、うん、僕が毎回イチゴ最流寺って言って最大寺の方まで取りに行ってて、イチゴを僕が毎回取りに行って、紙にはしないですけど、積んだものをまあもらうんですけど。あ、なるほどなるほど。そうそうそう。で、その農家さん、大体このいちご農家ってこの腰高ぐらいにこうあるイメージです、はい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 、じゃなくて地面にも作ってて根で、でそこから取ってるので、まあ、いちごの栄養がすごく吸収。いきます。
かめっちゃいちごの味する。本当ですか。なんか最初のちょっと酸っぱい感じがあるかなと思ったら、なんか甘くてバナナの甘みかなだとが混ざっててすごい美味しい。え、冷たいし、でも夏このこれからの季節めっちゃいいですね。そうなんですよ、そうなんですよ。だからね、あったかくなれば。ムージーやし、なんか何やろ、なんだろうなこれ。まあ美味しいですこれは。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。食ってる、染めてる、まあ、僕らで染めてるわけじゃなくて、果物のやつ染めてる。そうです、そうです。それだとハスカップで染めてたりとか。ハスカップ、これも染めてるんですか。それもライチで染めてる。ライチ、ライチで染めた T シャツ。イチゴとか。匂いはしない。匂いはしないですね。でも果汁が90ですね。そうですね。はい。え、これってこういう感じちゃうん。あ、そうそうそう、顔はね。あ、ちょっと反射してるよ、ちょっとダメだね。ダメか。反射しててちょっと夜だったらいいかもね。ダメか。はい。あ、ちょっと待って、どっから。あ、はい、こっちでいいよ。はい。はい、ということで念願のワッフルでスムージーをゲットしました。しかも今回はイチゴだったんですけど、他のもね気になるのいっぱいあって、バナナとエスプレッソが今度も見たいなって思いました。はい、じゃあまた来たいと思います。皆さんも遊びに来てください。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。